エミール生活院の山下カラシジラカマダこんにちは。こんにちは。今回は僕たちエミフルスタッフと視聴者の皆さん、患者さんとのチームワークを試すゲームになってます。その名も維新伝心ゲーム。ルールを説明すると、維新伝心ゲームは、一つの問題に対して皆さんの答えが一致してれば OK です。なので皆さんも一緒に一つの問題に対して一緒に考えて答えてくださいね。それでは早速行ってみたいと思います。まず例題として、例えばエミフルといえば何色という問題を出します。それを皆さん一回書いてみてください。 OK ですか？でそれでは答えを一斉にオープン。はい、緑、はい、緑。このようにみんながこうやって答えが一致していたら OK です。では早速本番、今からいきますよ。いきます。第1問。この4人のスタッフの中で普段の生活と仕事のギャップが一番すごそうな人は誰？なんでみんな笑う？OK です。で、いきますか。全員合わせればいいけど。全員合わせる。合わせに行く。合わせに行く。会合わせに行くのが一致すれば OK ですか？ OK です。じゃあこれは一斉に出しますか。はい、せーの、ドン。はい、石田先生、石田先生、いや、僕も石田先生が思いましたよね。高橋さんでしょ。海ちゃんずっと元気、仕事ばっかりしとって。俺がボケ持ったみたいな。なんで、なんで自分一番恥ずかしいです。恥ずい。あ、そう。え、ってことはこれは、これは正解、これは正解です。僕たちのミスです。もう、だから本当に石田先生一言ちょっとこの2人から言われたんで。いや、でも、なんで僕なんですか？なんか、いや、いつも真面目に仕事されてるけど、なんか休みの日とかは車でとかなんかラップガンガン弾いて。いや、めっちゃギャップだと思って。いや、信じられんから。いや、その意思かなと思ったけど、はい、確かに僕とすれ違ったら車でうるさいかもしれない。いやいや。第2問。お母さんの手料理といえば何でしょう？これは一致しやすいんじゃないですか？え、料理、これ一般的に分かんない。いや、さすがそれだった。いや、考えすぎ、自分のお母さんってあって思い浮かぶことがありますから。いきますよ、せーの、ハンバーグ。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。肉じゃがか。やっぱそう、おばあちゃんのイメージしちゃった。肉じゃがおばあちゃんのイメージ。昭和と平成が。ああ、また。やっぱハンバーグでしたね、石田先生。平成はハンバーグ。昭和は肉じゃがとかハンバーグ。で、2問目も残念賞ということで。最後。最後ですね。最終問題は絶対みんな揃えましょう。はい、最終問題。エミフルといえば、これでいきましょう。エミフルといえば、
はい、皆さんどうだったでしょうか。もう僕たち一つも一致しなかったですけど、皆さん多分最後の問題ぐらい笑顔だと思ったはずです。ひどいですね。皆さん次回の動画またお楽しみにしておいてください。それでは次回の動画でバイバーイ。